ボンキャラバンだ。モンスターの襲撃を受けているのか。など見りゃ分かる。行くぜノア。ああ下も、イノ様がいなかったら今頃どうなっていたか。いえいえ、無事で何よりですもん。この先も気をつけてくださいもん。今度ぜひお気に入りたちのキャラバンに寄ってってちょうだいもん。お礼にサービスしちゃうもん。君たちが襲われていたところに偶然通りかかって、それで。桃、やっぱりそうだったんですもん。見ず知らずのノポンのために、悪しきモンスターに立ち向かうその心意気。あなた方のような人間さんを勇者と呼ばずして、なんと呼ぶですもん。ミノは感動しましたもん。猛烈に感動しました。おいおい、ただの助立ちに大げさすぎやしないか。まあでも、そこまで言ってくれるなら俺たちも手助けした甲斐があったよ。ところで、ずいぶん変わった格好をしてるのね。どこの所属？所属とは何のことですの？質問を変えよう。さっきのノポンたちは君の仲間か？向こうは君のことを前から知っているような口ぶりだったが。はいですもん。生きとし生けるノポンは漏れなく全員イノの大切な仲間ですもん。なぜならイノはノポンの愛と平和のために戦う守護者なんですもん。そいつをまたなんというか壮大だな。つまりさっきノポンたちを助けたのもあなたが彼らの守護者だから。まさにその通りですもん。ですからマスターより与えられた使命を遂行するためにイノは以前の力を取り戻して。あ、モモ、どうした？危うく忘れるところでしたもん。イノはここにハイエーテルを探しに来たんですもん。ハイエーテル？つまりイノは探し物をしに来たんですもん。急いで回収しに行かなきゃなんですもん。こんなところで探し物？しかも一人で？この辺りは危険なモンスターも多い。よかったら手を貸そうか。モモ？それはつまり二度までもイノを助けてくれると？お、まあそうなるな。なんとまさかまさか、ノポンだけでなくイノのことも気にかけてくれるとは。イノは本気で感激しましたもん。あなたの男気にイノは敬意を表するもん。いちいち大げさだな。それじゃ改めてよろしくな。イノでいいんだよな？なんと、自己紹介もしてないのにどうしてイノの名前を。変わってるねこの子。見た目というか中身も。イノ、
そのハイエーテルがある場所は分かるのか？反応はこの辺りですもん。近くにあるのは間違いないですもん。なんだあの光ってるのは。あれはエーテルスフィアですもん。イノの探しているハイエーテルはあそこにありますもん。でもあれじゃ近づけないよ。まずは周囲のモンスターをどうにかしないとね。イノ、行けるか？はいですもん。イノはいつでも。んじゃ、手っ取り早く済ませるとするか。邪魔せんならぶっ飛ばす。これなら楽そうかな。表に露出したエーテル、エーテルチャネルのようにも見えるが、エネルギーの密度が段違いだな。ならこれもエーテルシリンダーを使ってエネルギー、ハイエーテルを回収するのかな。かもな。試してみるか。あ、ダメですもん。どうしたイノ。普通のシリンダーではハイエーテルを回収できないんですもん。容量オーバーを起こしてシリンダーが爆裂しちゃいますもん。マジかよ、あっぶねー。もうちょっとで手が吹っ飛ぶところだったな。まったく笑い事じゃないぞ。何か他に方法があるのか？もちですもん。これを使いますもん。ハイエーテルはこのデラックスエーテルシリンダーを使えば回収できますもん。デラックスエーテルシリンダー。うん、名前からしてエーテルシリンダーの強化版って感じね。ああ、あまりにも安直すぎてむしろ洗練された何かを感じるな。それではレッツトライですもん。ハイエーテルを回収しますもん。え、俺がやるのか？本当に爆裂しないんだな。大丈夫ですもん。イノの保証付きデラックスエーテルシリンダーを信じてくださいもん。わかった、何事も経験だ。やってみよう。他のエーテルスフィアを検知した。よし、回収できたぞ。これでいいんだよな？バッチリですもん。お見事でしたもん。ではでは早速ハイエーテルをこちらに。ん？ああ、イノの性能を引き出すためのエネルギー源なんですもん。
ういうこと？ロンより証拠ですもん。今からお見せしますもん。よし、やってみよう。できますもん。はあ、そいつはすごいな。ってそうじゃねえだろ、ありえねえだろ。明らかに普通じゃないぞ。一体何者なんだ君は。ふふふ、よくぞ聞いてくれましたもん。イノは偉大なるノポン、マスターご先祖によって作られた最強にして最後の人工ブレイダーなのですもん。あ、ブレイドって私たちが使ってるあのブレイド？だとしたらますますわけがわかんねえぞ。まさか人型のブレイドだとでも言うのか？人型、そんなものが存在するの？怪しい、すごく怪しい。ちょっと待ってください。もうイノは怪しいブレイドじゃありません。もう偉大なるノポンの超級技師マスターご先祖が言ってましたもん。イノは世界中のノポンたちが安心して暮らすために作った人工ブレイドなんだもん。と、本当は人間さんとは関わっちゃダメとも言われてましたけど、でもイノはあなた方を傷つけようなんて、これっぽっちもコッパみじんも。信じるよ。え？その人工ブレイドのことは正直まだよくわからないけど、それでも一つだけ確かなことがある。君は俺たちが駆けつける前からキャラバンのノポンたちを守っていた。たった一人で彼らのために戦っていたんだ。普通じゃできないことさ。俺にとってはそれで十分だ。俺はイノの言ったことを信じるよ。じゃないんだ。なんていうか、その
どう説明したらいいのか。とにかくイノが思っているようなものじゃ。実はですもん、もしイノにドライバーができたら、ご主人殿と呼ぼうと心に決めてたんですもん。なのでこれからはあなたをご主人殿と呼ばせていただきたく。おいノア、ほっとくと話がどんどん進んじまうぞ。どうするんだ。ああ、でも君はあの子を信じてるんでしょ。なら答えはもう決まってるんじゃない。みんな、いいのか。君の言うドライバーは、つまり相棒みたいなものか。はいですもん。マスターによれば、本来ブレイドとドライバーは一心同体だったそうですもん。分かった。期待に応えられるかは分からないけど、俺でよければイノのドライバーになるよ。ああ、本当だ。俺たちと一緒に行こう、イノ。はい、ご主人殿。この世界に生きるノポンのためにイノと一緒に戦いますもん。念のために言っておくが、ノポンを助け回ることが僕たちの目的じゃないぞ。ん？私たちの自己紹介ってしたっけ。してないかも。まずは俺たちのことをちゃんと説明するのが先だな。